どうもこんにちは、ジャン君です。さあ、お出かけしましょう。やってきました。どこだここは。森ですね。はい、あのね、今日愛知県に僕いるんですけど、愛知県の瀬戸市です。はい、わかりますかね、ご存知ですかね皆さん。愛知県瀬戸市といえば、はい、違います。はい、全然違うよ。うん、全くね、かすってもない。はい、愛知県瀬戸市といえば、そう、陶器ね。陶芸、茶碗、焼き物、あ、焼き物だ、焼き物、そう、焼き物です。はい、愛知県瀬戸市、焼き物でね、有名な場所なんですけど、ここに来た理由、そうです、私、今日、人生初の陶芸チャレンジをしたいと思います。もう一回、はい、ということでね、テンション高いです。楽しみなんですよ、むっちゃくちゃやりたかった。僕ずっと昔からやりたかったんだけど、なかなかね、やる機会もなかったんですよ。やっとこそね、陶芸体験をね、やろうとお出かけしました。ということでね、早速行きましょう。すごいところにありますね。楽しみだ、ほんと楽しみ。多分ね、あそこですね、あそこ。今日陶芸体験するんですけど、今日来た場所、一応概要欄にも載せてあるんで、あのまたホームページ見てほしいんですけど、オンリーワン陶芸教室さんに来ております。ということで行きましょう。なんかね、ネットで調べて、陶芸がね、やりたいばかりで、自分でね、調べてね、あ、ここいいんじゃないかと思ってね、調べたところです。こんにちは。多分ここです。ちょっと一回カメラ。ということで、多分あそこなんで、はい、ちょっとカメラまず切って、また中入って挨拶してから、ちょっとカメラ回したいと思います。ということで、行ってきます。ということでね、今日はね、手びねりですね。まず手びねり。あとでね、ろくろもやるんですけど、手びねりをまず先に今日はやっていこうと。手びねり体験。なんかこういう粘土っていうのかな、なんていうんだこれ、粘土か。これで 500g あるんですけど、これを手で思い通りのね、形にして作ると。それが手びねりですね。ろくろはもう回ってるんで、丸い器とかそういったのに適してると思うんですけど、それではね、表現できないものを手びねりで作るとやっていきましょう。そして今日僕が作るのは、なんとトロフィーです。3月か4月にね、ジャン君王者決定戦の優勝者に渡すトロフィーをね、今日は作りたいと思います。はい、そんな企画やるかな、わかんないけど、うん、やるか、どう、うん、まあいいや、とりあえずトロフィーが作りたいんですよ僕は。あの立派なブーンって、皆さんご想像してる多分トロフィーいろいろあると思うんですけど、まあちょっとオリジナルのね、オリジナルトロフィーをね、今日は作っていきたいと思います。ということでね、説明ちょっと受けていくわ。はい、ということで今ね、職人さんが、見てこれすごいよ、作って見本で、まあ、こんな感じでトロフィーもね、まあうまいこと形にできると。すごいね、粘土でトロフィーができるんだね。いや楽しみですね、むちゃくちゃ楽しみ。むずそうだねこれ。まあやっていくわ、とりあえずやっていきます。ということで早速行きましょう。シュッ、すげえ。土台作っていくわ、まず土台。みんなやったことある陶芸とか、すごいなこれ、こんな感じなんだね。うわ、何も触れねえわ、早く。ちょっとね、教えてもらったら、カメラで回ってないかもしれないけど、ちょっといろいろ技術もね、教えてもらったんでね。ただね、教えてもらってもできないんだよな、正直できない、もう難しい。センスかこれは。え、土台ってどうやって作るの、早くもわからんわ。ポンコツ言うな、ポンコツ言うなよ。多分ね、土台が一番大事なんで、丸にしようかな、丸っぽい形がいいかな。
同じ太さの丸い、同じ太さの丸い紐を作るのがコツ、はい、これ土台ですよ、土台のここを。そうですね、押していかれるとやりやすいですし、であとはこう紐って意外に丸く作るのが難しくて、はい、まあ、こうちょっとある程度こう紐状にするじゃないですか、はい、で同じラインを通っていくんです。で指先ちゃんよ、そう、要は同じ高さのとこ通っていくのが大事です。同じラインを通っ、あ、そういうことですね、うん、でこの時にどうしてもこう指もこうしちゃうとなりがちなんです、こういうふうに、はい、じゃなくて平行に、そうで平行にいくんですけど、指先こうさーって広がってあげると割とここは閉じてますけど、指をさーって広がる、広がっていってあげるとこう平行なライン通りやすい。そう、職人さんが作ったやつと僕が作ったやつ、ポッコポッコよし、でこれをはめると。そうです、で泥を必ず、あ、そっか、泥塗らないといけないのか。このように接着度を増すために表面積をちょっと増やしてあげるんです。こんなふうに、ほう、ちょっと傷をつけてあげるんです。で今度は逆に、そうすると食い込む量が増えますよね。なるほど、接着度が増すわけですよね。なるほど、すげえ。で余ったところ切ってしまいましょう。余るのは切る、はい、外は下から上です。下から上に、はい、結構強めに。いいですよ、はい。あ、すげえすげえすげえ。あと中は上から下です。中は上から下、まあ、中は見えないですもんね。そうですね、見えないところまでどれだけ神経が悪いか見えないところが大事なるほど、ちょっとこれ逆にしたいんですよ。ですよね、はい、ちょっとよろしいですか、はい、ごめんなさい。すげえ一気に変わった。いいですね。ね。スパッと切っていくと。まさか綺麗になる。うわー、すげえ。あ、もう土台っすだ。ということでこの土台いい感じでしょう。すげえわ。なんかもう。この土台にもう一個小さい土台をつけてジャン君をね立てようと思います。お、ちょっと上がったんじゃない、ちょっと上がった、ちょっと上手くなったじゃん。でこれを巻いていくと、職人さんから OK 出ました。多分ついてるっぽいわ。秘密アイテム、また分度器。なんかね、これでこうやるらしい。つける、つけて、すげえ、めっちゃ綺麗になった。でもめっちゃむずいんだけど、一人でやるのはめっちゃむずい。簡単にやったけど簡単じゃない、めちゃくちゃむずい。めちゃくちゃむずいけど面白い。すげえわ、こんな技もあんだ。オッケーだね。ということでとりあえず土台ね完成しました。めちゃくちゃいい。オッケーでしょう。あとジャン君ね、ジャン君作っていくわ。とりあえず一人で作ってみるわ。なんかね、部分部分、手は手、足は足、頭頭みたいな感じで作るのが一応いいみたい。プラモデルと一緒。ちょっと分かんなかったら後でね先生呼ぶんでね。とりあえず行けるとこまで行くわ。足これぐらいな。足で手、手どんな感じ、手これぐらい、こんないる、手もう一発、手
こんな感じ、こんな感じだよね、多分。よし、行こう。先生来た、先生来た。先生、こんな感じですか。頭ちょっとでかい。頭でかい。あ、やっぱ八頭身に見えましたか。よっしゃ。うわ、すげえ。はいはいはい。うわ、すげえ。ちょ、感動するよ。うわ、すげえ。ちょっと見せてもらっていいですか。腕、マジすごいんだけど、これもう手だよ、手。こうやってやってる、こうやってやってる、マジですげえ。腕は OK だが、体だな。体どうすればいいの、おかしいな、形になっていくね。すげえ。削りたい、ここ削りたいんだよ。削って、人の体とか一緒。よし、腕つければどう。あ、人っぽいじゃん。俺マッチョだな。こんなマッチョか。もっとマッチョにするか。むしろ。さあってどういう感じ？こうか。腕が前に出て。ちょっと。さあ、こうか。まず左手がつける。左手はこうか。左手こうだ。要するに下行って前か。左手が。下行って前。ああ、難しいけど面白い。どう、ちょっとぽいでしょ、いい感じでしょ。こうかな、前にやりたい。うわ、よくね、これめちゃくちゃいいじゃん。いや、すごくね、これ。あと足ここにつければぽいよね。見える？あー、転倒したわ。転倒した。転倒した。一人で勝手に転倒してるわ。いつもみたいに。おい、いつもじゃねえ。すーごい細かい作業になってきた。この胸筋的なとこやばいでしょ。胸筋、腕の超かっこいいわ。いいんじゃないか。サーっぽいぞ。サーっぽくなった。ほら見て、サーっぽいやん、これ。普通に、うん、超かっこいいやん。え、超サーしとるし、超サーだわこれ。うわ、めちゃくちゃいい。足先つけた方がいいか。足行くわ、足。ちょっと上半身一旦これでここまでで、足行こう。まあ、ジャン君っぽいっしょ。これやばいわ。え、イメージ的にどうする。これ立たせることはね、多分厳しいんで、座らせるわ。どんな感じだ。座る。あぐらかく。いや、あぐらじゃないの。あぐら出したいもんな。なんかまたいでる感じ。あ、この台座に座ってる感じどう。明日の情的な、わかるかな。明日の情わかるかな。明日の情的な感じでいこうよ。トロフィーだこれ。超かっこいい。さあ、これでいこう。いいな、これいいわ。よし、仕上げていくわ。完成しました。がしかし、まだね、最後の役目が残ってますわ。記念に名前入れますわ。前がいいかな。いや、僕はね、後ろに入れますわ、ここに名前を。まあ一応これ前仕様に作ったんですけど、俺の背中を見ろと。背中で語るってことです。男はね、男は黙って背中で語るもん。ということで、最後名前彫って終わるわ。Thank you.
OK。 これでいいでしょ。ちょっと不細工になったけど、ジャン君ということで、はい、これはあと貼っつけるだけだということで、完成しました。見てください。うわー、かっちょいいっしょ。後ろもジャン君って、ちょっとなんか立体感があってゴージャスでしょ。うわ、これやばいよ。背中がかっこいいよ。背中がほら、背中で飾っております。ということで、ジャン君トロフィーの完成です。ありがとうございます。先生も拍手していただいてます。ありがとうございます。いや、素晴らしい。これ楽しみですね。ちなみにマスクとサングラスは先生が作ってくれたんで、もう完璧ですね。かっこいいわ。足とかめちゃくちゃリアルなのに頭が丸いっていうね、まあ、そこはね、まあ、僕らしさもあっていいかなと。いや、これ楽しみですね。また焼くと味が出るのかな。マジ楽しみ。3時間ぐらいかかったかな。一応ね、90分なんですけど、無理言ってね、追加して3時間ぐらいいるわ。先生、こうやってもうあとは焼くだけですか。で、次色、マジでどうしよう、マジ悩むんだけど、ツルツルしたトルコ色、うわー、どうしような。ゴージャスな感じはどれですかね。どれだろう。あ、ツヤなしの高級感、黒、裏側は白？裏側って、あ、そこは白ってことか。そこは白なんだけど、トロフィーの関係ない。全体的に黒。真っ黒になるってことですか。真っ黒。真っ黒。ああ、真っ黒か。やばい、想像がつかない。こいつどうすればいいんだ。こいつ何色？先生、真っ黒で。はい。はい。真っ赤でいきます。先ほど手びねりをやりまして、無事ねトロフィー完成しました。そして次はお待ちかねのロックロ、こっちかロックロ、わかんないけど、ロクロにチャレンジしたいと思います。今日体験するのはね、一応2品作れるのかな。こんな感じの花瓶を作ろうかな。そしてもう一つはビールとか、僕大好きなミルクディーとか飲むためのコップをね作りたいと思います。ということで、この2つやっていきましょう。お願いします。はい。母さん作ってたぐらい、これぐらいに戻してきます。はい、すぐ戻る。すごいな、すぐ戻るもんな。手首を返すよ。手首を返す。はい。いやいや、そうこっちです。こっちです。ジャンさんもういけます。直しときますけど。いけます。はい。絶対厳しいです。ここで完成と。はい。まずはビアカップいけました。いや、むずいわ。最後、うらってなって先生、完成で。完成でですかね。はい。おー、できた、すげえ。おお、かっこいい。かっこいいわ。はい、ということでね、無事に2品作りました。先生も言ってたけど、子供の方がうまいと。子供は多分ね、何も考えないんで、ピュアな心持ってるんで、うまいって言ってましたけど、まあ本当にね、その通りです。自分ではね、先生の言われること分かるんで、あ、分かってる分かってる分かってるって思うんですけど、で、よし、次こそうまくやろうって思って、だけど、そのやろうと思った瞬間に頭でいろいろ考えてるんですよ。で、それがもうね、その粘土に出るんですよ、全部。指の感覚とか頭の中で考えてることも重っきしその粘土に表現されるんで、全てその僕が考えてたことを先生が言うんですよ。あの、的確に人差し指がどの子、うわ、確かに人差し指今考えてたとか思うんですよ。もうね、心を読まれてるようでした。本当にもっとね、僕も綺麗な心を持ったね、ちょっと人間になりますわ。出来上がりました。どっちにしようかな。なんかね、これは後でね、硬くなったら削れるようになるんで、削ってこういう形になると。こんな感じですけど、どっちがいいだろうね。両方でもいいんですけど、
いやー片方にしとこうかな。コップにしますわ。いや楽しみですねこれ。引き上げたらどんな感じになるんだろう。コップをね今回は持って帰ろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しかったよ。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。すごいね見て。すごいっすよ。あのね一つね作るだけでもすごい大変だったのに、だって全く同じものをねいくつも作るだってね考えられない。もうすげえ、すごい世界。いや楽しかったですね。ぜひねあの皆さんも一度ね体験してみてください。むちゃくちゃ面白い本当に。なんかね今 NHK のドラマで陶芸を題材にしたやってるみたいなやつでね、むちゃくちゃ人も今ね来てて混んでるみたいで、平日も何組か来てたりするぐらいのブームですね。陶芸ブーム到来、陶芸ブームの到来だということでね、はい、ぜひ皆さんも一度陶芸をね体験してみてはいかがでしょうか。オンリーワン陶芸教室さんです。概要欄にね一応貼ってます。でね子供もね体験できるみたい。なかなかね子供できるところ少ないみたいなんで、ここはね3歳からで、3歳っていう理由が会話が必要なんですよ。こうしてああしてできるとかそういう会話がコミュニケーションが必要なんで、まあ喋れる3歳からが OK ということなんで、結構ママ友2人と子供2人で来てたペアも行ったし、カップルもね後からやってきたんですよ。あれいいよ、かっこいいよ。男もかっこいいし女の子めちゃくちゃ楽しんでたということで、ね、ぜひね皆さんも一度体験してみてはいかがでしょうか。で今日作ったトロフィーとビールのねジョッキ、だいたい3ヶ月か4ヶ月とかそんぐらいはかかるんで、まあね楽しみながらその間待ちたいと思います。いかがだったでしょうか。皆さん楽しそうだったでしょう。もうねでもね、なんだろうな、見にくいね。大人って見にくい。まあ大人が見にくいわけじゃなくて俺が見にくいのか、まあいいや。ということでね僕はねすごい楽しかったです。ぜひ皆さんも一度お出かけしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。